キンプリファン3番人と昼夜合わせで至近距離で触れ合い。新アルバム、ピース、リリースと全国ツアー開催発表。アイドルユニット、キングプリンス、通称キンプリ、が、東京有明ア,アリーナで、待望のファンミーティングを開催しました。今年の5月22日に、平野紫耀さん、26歳、都神宮寺ゆ太たさん、25歳、岸ゆ太さん、27歳、 の3人が卒業し、新たな賞を迎えることになった長瀬廉さん、24歳、と高橋海人さん、24歳。このファンミーティングでは、ゲームやミニライブを通じて、ファン3番人と至近距離で触れ合い、さらに8月16日に新作アルバムのリリースと全国ツアーの開催を発表しました。実は約9ヶ月ぶりの興行で、ファンと直接会うことになりました。 ただし、以前とは状況が異なっています。一つはメンバーが5人から2人になったこと、そしてコロナ災いが一段落し、ファンの声援が解禁されたことです。ステージに登場するや否や、長瀬さんと高橋さんはすぐに歓声に包まれました。彼らは2人になってもグループの看板を背負っていく決意を込めた最新シングル、何者を歌唱しました。 この曲は発売初週に50万枚のセールスを突破し、オリコン調べ、新たなスタートを最先よく飾りました。長瀬さんは不安もありましたけど、いい意味で強気でしたね。でも蓋を開けてみたらすごいたくさんの方々に届いていて、それこそ二人のファンもそうですし、平野志陽さんや神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんのファンの方々も手に取ってくださったでしょうし、 いろんな人に支えられているなっていう思いです。と、新たな道を選んだ3人の名前を出して感謝の気持ちを述べました。昼公演では、ラビンユー夜公演では、コインウォズユレイといった5人体制でリリースした楽曲を2人バージョンにアップデートして歌唱し、ファンを大喜びさせました。 長瀬さんは過去のどの曲を聴いてもやっぱり皆さんは5人のことを思い出すでしょうし、いつかは上書きをしないといけないなとも思っていて、5人の曲をやらなかったらやらなかったでファンの人に不必要な憶測や心配をかけたくもなかった。僕らは形は2人になりましたが、5人の時からの気持ちは何も変わっていないので、 これからも5人のキングプリンスが歩んできた歴史も背負いながら活動していくと新たな決意を表明しました。ファンミーティングではゲームコーナーも用意されました。長瀬さんと高橋さんはそれぞれくじで引いたお題の品を8分以内にできるだけ多く集める借り物競争に挑戦しファンと普段ではありえない距離で触れ合いました。 また、高橋さんが長瀬さんをお姫様抱っこしてスクワットをするという罰ゲームでは、客席は大いに盛り上がりました。長瀬さんは、やっぱり新鮮ですし、二人もファンもそれぞれが楽しめたので、何かマインド的にはほぼ100点でしたね。終わった後の達成感は、本当にこれ以上ないぐらい充実してますね、と笑顔で語りました。 高橋さんもファンの反応を見た時に本当に嬉しいなって思って、これがアイドルの一番幸せな瞬間だなって僕は思っている。一秒でも長く僕たちに関わってくれる皆さんを幸せにしたいなっていう気持ちでこれから頑張っていきたい、と意気込みを述べました。 さらに、キンプリは二人体制で初めてのオリジナルアルバム、ピースを8月16日に発売し、同27日から全国ツアーを開催することも発表しました。ツアーは7都市24公演で行われ、10月20日から22日には横浜の新施設、K アリーナ横浜でジャニーズグループとして初めての公演も行われます。 ファイナルは12月9日と10日に名古屋のアイチス,スカイエクスポで開催されます。アルバムタイトルのピースはピースサインが数字の2にも見えることから二人でちゃんと地に足つけて立っていくぞという決意や幸せや平和など様々な意味を込めています。またお互いが大切なパズルのピースでありお互いが欠けてはいけない存在であるという思いも込められています。 キンプリの新たなスタートに多くのファンが期待と応援の声を寄せています。彼らの二人体制での活動がさらなる成功と成長を遂げることを願っています。